はい、前回ですね、皆様にお披露目しました進化する日本酒のための新たな酒器酒碗、こちらですね、簡潔に説明させていただくと、日本酒にとって、作ってる人も飲んでる人も同じ器というものが存在しないと。で、国内ならまだしも世界中でいろんな場所で日本酒が飲まれるようになっても、行った先行った先で、違う器で飲まれてると、作り手のねイメージしてる味とは全く違う味で飲まれてる可能性が出てくると。で、それを今埋めようと、ワイングラスで日本酒を飲もうというような動きがね、ここ、20年ぐらいありますが、でも言ってもワイングラスはワイン用の器なんで、日本酒にとってはものすごくこう不利というか、やっぱワインを美味しく飲むようにできたものと、やっぱ日本酒のためっていうのはもう全然違うわけですよね。もしもこのまま日本酒を世界中でワイングラスで飲まれるようになると、実際のポテンシャルの半分以下しか世界の人に味わっていただけないと。なんかそういうところをこう脱却する、そういうところから抜け出して未来に向けてね、せっかく今の日本酒を作り手というのは、もう農業もはじめ歴史的なところだったりとか、もちろん今の市場、そして未来に向けて、そのものすごく意識の高い作り手が多いこの時代に、やっぱりそれを届けるための器っていうのが必要なんじゃないかと。で、それで作った一点ものの手腕ですが、そこから形だったり、いろんなことを下ろしてきて、価格としては一点ものの10分の1ぐらいのですね、皆様に使っていただきやすい、量産型のこの手腕というのができました。で、今日はですね、やっぱり作り手が納得しないと結局、面白くないわけですよ、手腕のコンセプトとしては。やはり作ってる人と世界中の飲み手が同じものを使う、それで環境が揃い、共感が生まれるというところが、この手腕の一番の目標なので、試作してみて、いろんな酒蔵に送ってみたわけですよね。ほとんど皆さんがもう大絶賛で、その中のね、代表として、今回11日から始まる、幕開けでもコメントをね寄せてもらってますが、アラマサの佐藤さんの手腕についてのコメントをちょっとこちらで、お届けしながら解説したいと思いますが、日本酒においてテイスティングも普段使いもできるという器は今までありませんでした。しかし手腕は単純に味を正確に取るだけではなく、普段飲みでも美味しく楽しむことができますと。これが全てを言い表していると思うんですが、本当に作ってる人たちがテイスティングするものと、飲んでる人たちが楽しく飲むものが同じになることが、やっぱりこれの、この手腕の目標なので、まさにもう佐藤さん一番にそれを評価してくださいましたね。で、日本酒のテイスティングといえば、以前は利き酒でしたが、こうやってですね、蔵でも今でも使われますが、利き酒では全く美味しく飲めませんと。なので、前回もお伝えしました、利き酒というのは欠点を見つけるための器なので、美味しくするための器ではないわけですね。なので利き酒はあくまでその蔵の中で、作り手が使うための道具であって、楽しむため、美味しく飲むための道具にはならないわけですね。で、現在はワイングラスも使われますが、日本酒の香りが過剰にこもり、時に不快に感じられますと。本当これがもうワイングラスの最も日本酒に合わない原因なんですが、立ち上がる香りっていうのが、その果実由来のワインの立ち上がる香りと、穀物由来で出てくるその日本酒の香りっていうのは、やっぱ質が違うわけですね。だからどちらかというと、日本酒っていうのは、ある程度こうこもらせながら、口に含んだ時にこう立ち上がってくるような、含みがっていうんですが、その香りの方がやっぱ重要で、ワインみたいに香りをギュッと閉じ込めると、例えばアルコール臭だったり、少しこうちょっと攻めないような香りだったり、立ち上がりが目立つ香りが強調されすぎて、本来のお酒が持っている香味のバランスがもう飲む前から崩れてしまうわけですね。で、佐藤さんのコメントに戻りますと、手腕は香りを適度に逃がし、適度にこもらせという感じですので、日本酒の香りを取るのに最もいいですねと、そういうふうに言っていただいてますね。で、ここからがまたちょっとやっぱさすが面白いなというところなんですが、また抹茶碗の名残があるこの形状が、日本酒の美的感覚としてこのぐらい注ぐのがちょうど良いというところへ自然といなざってくれ、自然といざなってくれて、かつそれで木酒にとっても一番いいポジションになると。どういうことかというと、
まあ、この手腕、実際にね手に取っていただいたら分かるんですが、そのお酒をなみなみ上まで注ぎたくならないわけですよ。まあ、これは一点物の手腕をお持ちの方も体験されてると思うんですが、例えばその湯飲みみたいなものだったりとかそばチョコだと、そのお酒をもうついついなみなみに注がないと気持ち悪いわけですよね。例えばコップだと、例えばお酒を頼んでコップに半分の量で出てきたらちょっと少ないんじゃないって誰しも言うと思うんですが、まあ、例えばワイングラスで逆になみなみ注がれたら違和感があるみたいなもので、やっぱ器のその形状とその自然な液量っていうのはあるわけですね。このやっぱ今回の手腕でもそこをものすごくこう気にしたところというか、上まで注ぎたくなるのであればもうそれは手腕ではないと、それは湯飲みと取られてもしょうがないなと。この手腕は今佐藤さんがのコメントでお伝えした通り、もう勝手にそのぐらいの量っていうところまで誰しも注ぎたくなるわけですよね。でそれがだいたいね 90cc から120、まあ、多くても 150cc という感じなんですが、その量になるとちょうどこの器を使うのにちょうどいいところの器量になるというところが、まあ、また佐藤さんに評価いただいているところですが、コメントに戻ると、知らず知らずに注いだ量が本当に酒の香りと味をよく取れるのがすごくいいと、レクチャーを受ける必要なく感性に従っていれば何も考えなくても最高のお酒が飲めるというのが素晴らしいですよねということで、まあ大絶賛いただいてるんですが、例えば巷にある新しい日本酒の器って大体ワイングラスのような形をしたこういう磁器とかなんですよね。それだと別にもうワイン用のワイングラスと何ら僕は変わらないと思うんですが、やっぱり今回ご紹介しているこの手腕は、元の親はこの一点物の手腕であり、その親は抹茶碗なわけですね。なので日本のもう400年以上続く長いその歴史の上にこの器は立っているので、まあ、そういったさっき、佐藤さんのコメントをお伝えしたように、注ぐ量に関しても、まあ、感性に従っていれば、そういった適量になるような機能性とね、文化性とがすごく共存した、いい器だということで、まあ、今アラマサでも実際に使っていただいてますし、まあ、何よりも酒蔵の皆さんが喜んで続々とこの手腕を、導入してくださってますので、まあ、11日から始まる幕開けにてですね、ぜひ覗いていただいてお選びいただけると、また僕たちとですね、ご覧の皆様と酒蔵と同じ環境で酒を味わって同じ気持ちを共有できる、共感が広がっていくという世界になると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございました。